西日本旅客鉄道株式会社と株式会社三越伊勢丹ホールディングスは、大阪ステーションシティノースゲートビルディング西館につきまして、多くのお客様に多彩な品揃え、サービスを提供し、施設全体をお買い回りしていただくために、百貨店と専門店の双方の強みを生かした、これまでにない魅力的な商業施設として刷新するべく、かねてより共同で検討を進めてまいったところでございます。この点につきましては、昨年の3月の時点で私どもこのグループで発表いたしました中期経営計画におきまして、百貨店と SC 双方の強みを生かした新しいタイプの商業施設、これを作るということ、また2015年の春の開業を目指すという方針をすでにお知らせしているものでございます。本部の方に戻っていただきますが、この度西館につきましては、現在東館におきましてルクアを運営しております JR 西日本 SC 開発株式会社、これをデベロッパーといたしまして、話題性の高い専門店と強みを発揮できる分野に特化した百貨店店舗、これを融合させた新たな商業施設にリノベーションする運びとなりました。これによりまして、東西両館を一体的に運営してまいります。統合の象徴で三越さんという名前がくっついている店を何が何でも守らなきゃいけないということは全然考えておりません。でまして、先ほど話しましたように、それがもし仮にその両のれんがあって、それぞれの強みと言っているところがお客様にこう分かりにくければ、それは修正していくのが一番大切なことだと思ってますので、そこに特にこだわることではないと思います。だから別にその部分をお伺いしたいと思いますが、お客さんにやっぱり浸透してなかった部分というのはあるという方なんでしょうか？当然あるんじゃないかなというふうに思います。そこがきちんと浸透できれば、もっともっと目標に近づけたんじゃないかと思います。ただやはりその難しかったのはですね、三越の強みである例えば呉服ですとか美術であるとか、そういったところっていうのはやはりその時間がかかるんですね。お客様に浸透してきちんとお得意様をつけてきちんと売っていくのに時間がかかると。でその中でちょっと我々としてなかなか読み切れなかったのが、もともと三越は大阪に店を持ってましたので、その当時のお客様がどのぐらいその戻ってもらえるのかということは若干ちょっと読み切れなかった部分があって、やはりその部分についてはちょっと何年か締めている ところで、他 の, 百貨店のところで、きちんと捕まえられているということもありましたので、そういう意味ではそこについては若干読み違いもあったということです。